庭菜園ライフ。目黒で菜園をやっている西川です。今日は畑に鳥害が発生しておりまして、少し被害が拡大しているので、これの対策や実験をしてみました。こちらの写真をご覧ください。このようにトマトが食べ荒らされております。何かいい手段がないかなと思って、1時間以上前に少し実験をしてみまして、その時にも少し撮影をしてみましたので、これからちょっと見ていただきたいと思います。最後に質問にもお答えしますので、ぜひご覧になってください。それでは行ってみましょう。ところで、いろいろな鳥害があります。特にカラスなどは赤く色づいたトマトをむさぼり食って、半分ぐらいは捨ててしまうというようなことが、皆さん経験されたこともあるんじゃないでしょうか。カラスは比較的頭のいい鳥だと言われています。ですので、テグスを張った鳥害の防止方法や、キラキラ光るものをぶら下げる防止方法については、すぐに学習してしまって平気で入ってきます。よくテグスを張っておこうということでやるんですが、テグスを張っていても一旦地面に降りて、その下をくぐって食い荒らすというような芸当もやってしまいます。ということで、物理的な方法で鳥害を防止するというのはかなり厳しいものがあります。ただカラスも野生の動物なので、非常に嫌うものがあります。彼らは生存のためにかなり敏感に山火事の匂いに反応すると言われています。ということで、今日はその本能を利用してやっていける方法についてご紹介したいと思います。その第一は木柵液と言われるものです。木柵液の作り方は、木を蒸し焼きにした時に出る煙を水の中に導いて、その煙の中の成分を水の中に閉じ込めたというものです。こちらにサンプルがあります。匂いはかなり焦げ臭い匂いがします。原液をそのまま嗅ぐとすごい匂いがしますので、今日はこれを50倍ぐらいに薄めて、それも野菜に散布するのではなくて、畝と畝の間に散布するということで、匂いによるカラスの忌避効果を期待したいと思います。それでは実際に作ってみたいと思います。こちらに4リットルの水を用意しました。この4リットルの水に対して約 20cc ぐらいの木柵液を加えます。ここからでもかなり強い匂いが出てきます。この木柵液を薄めたものを畝と畝の間に巻いて、それでカラスの忌避をしてみたいと思います。それでは実際にやってみます。こちらにトマトがもう赤くなっています。こちらもカラスの被害に遭ったようですので、このように畝と畝の間に木柵液を巻いていきます。匂いによる忌避なので、まんべんなく巻くという必要はありません。このように周りを囲うように巻いていただければいいかと思います。こちらはまだ被害が出ていないようですが、かなり赤く色づいています。それと、人のいるところからかなり離れていますので、やはりこのように周りを囲うように木柵液を巻いていきます。こちらの畑、すでに一度被害に遭っていますが、これ以上被害が拡大しないように木柵液を巻いて保護していきたいと思います。木柵液を巻いて約1時間ぐらい経ちました。カラスは今まで上空を飛んでみたり、周りの塀や電線に止まって人がいなくなるのを探っていました。ただ今見渡す限り、塀にも電線にもカラスは止まっていません。やはり敏感に木柵液の匂いに反応したようです。これで約1週間ぐらい様子を見て効果のほどを確かめてみたいと思いますが、今日木柵液を撒いた限りにおいては、すぐにカラスが周りからいなくなっていますので、かなりの効果が期待できると思います。その他にこの木柵液についてはいろいろな使い方があります。ご家庭で特に使いやすいものというのは、例えば生ゴミを処理する場合、木柵液を約100倍に薄めてかけておくと、生ゴミの発酵が早く進みますので、すぐに堆肥化するということが期待できます。それから、今日は実際に畑の鳥害を防ぐということなんですが、ゴミ袋に生ゴミを入れて捨てる場合、やはりカラスに食い荒らされるということがあります。ということなので、ゴミ袋に100倍ぐらいに薄めた木柵液を少しスプレーしておくというようなことで、かなりカラスの被害を防ぐことができると思われます。実際にこのようなことは各市町村の衛生課などでも推奨していて、関西地方では木柵液を使ったカラスの撃退をやっているという事実があると聞いています。さらに土壌改良の効果もあります。
60倍とか100倍に薄めて土壌に入れておきますと、実際の土壌中の細菌のバランスが改善されて土壌改良が期待できるということが言えます。最後に植物を活性化したいという方がいらっしゃるかと思います。そのような方はだいたい月に 2,3 回約1000倍ぐらいに薄めた木作液を葉に散布するということで、かなり活性化が期待できると思います。木作液いろいろな用途に使えるので、ご家庭でも一つ揃えておかれればいかがかと思います。この木作液、これは有機ジャス対応資材ということで表記がございます。有機の畑でも心配なく使っていただけるというふうに思います。これはかなり品質の高いもので約1リットルということです。実際このメーカーは中島商事株式会社ということで愛知県で生産されているようです。概要欄にリンクを載せておきますので、ぜひご参考になさってください。それでは質問コーナーです。こちらの木作液の使い方の動画にコメントをいただきました。早速購入して希釈しましたが、手についた匂いが消えません。何か消す方法はありますか、というコメントです。確かに木作液の匂いは手につくとなかなか取れません。取る方法としては一番いいのは、ぬるま湯に少し長い間手をつけてふやかせれば少し匂いは取れますけれども、やはり木作液を扱うときはゴム手袋をするというのが一番最善の方法ではないでしょうか。その他衣服などにもつかないように十分な注意をした方がいいと思います。今日は虫害対策で木作液を使ってみました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。